かの対戦では、サディア帝国所属として大活躍した、リベッチオだよ姉妹艦の中で、一番早くリタイアしたってもう、指揮官さん、どうしてそこ突っ込むのちゃお、私はリベッチオ。よろしくね、指揮官さん。これからは仲間として、仲良くなっちゃおう。ちゃお、指揮官さん、今日も元気いっぱいで行こうね 私がいるから、マエストラーレはきっとここでいっぱいお友達作れちゃうね。そうだ、指揮官さん。指揮官さんはマエストラーレと仲良くやってるマエストラーレ、書類の整理がすっごく上手。私、やればやるほど雑になってない私の髪の毛は、外が銀色で、裏が青色。綺麗でしょう。 何、砲撃が命中だーっはっはー何,何、何何が起きたのツルペッタンマエストラーレと同じようなものよ。任務、任務指切りしたら任務完了もちろん、冗談だよ任務報酬は、私がちょこっとだけマエストラーレに黙って、 こっそり持って行ったりしてて、<laughs> メールメールおお、指揮官さん、ほら、何を見つけたか見てみてマエストラーレがよく指揮官さんのために用意するお茶パックだよ私もやってみよーっと委託完了物資がいい 私が来たみんな、行くよー戦火1位リベッジを指揮官さん、ご褒美欲しいの救援活動を開始指揮官さん、私を守ってねとりあえずこっちから叩けあわ敵の奇襲だえい、えい指揮官さんが真面目になるまでボコボコするのやめない マエストラーレ、お友達をもっと作れるといいな。指揮官さん、いい方法とかない指揮官さん、遊びに来たよ。今は休憩時間でしょ <laughs> マエストラーレが作った指揮官さんの、ラばすは、ま、やっぱり正しいんだ。ええー、指揮官さん、一緒に遊ぼうよ。具体的に何をするかって何でもいいんじゃない するかは関係ない。リベッチオは今日指揮官さんと一緒にいたいもん。ふん、ふん。綺麗な指輪だね。これをつけると毎日指揮官さんにぺったりできるよね。約束して。